どうも、皆さんこんばんは。こんにちは、おはようございます。スーパーの前です。ですね、ま、今緊急で動画を回してるんですけど、まあ、いつも緊急なんですけどね。ちょっと依頼の説明をしたくてですね、視聴者の方、奥さんですね。そうですね。昼間仕事の休憩中に、まあ、知らない人から追加されて LINE が、はい、で LINE のトークのスクショと、まあ、旦那さんの寝顔、まあ、つまり旦那と浮気してる愛人からのとか来たと。いきなり。いきなりね。いきなりです。なんと自分は旦那と付き合ってて、奥さんのこと知らなかったと。うん、結婚説者。そう、だから視聴者のことは知らなかった。はい、で、彼氏としてお付き合いしてる。うん、奥さんと、まあその結託しようとして多分送ったんでしょうね。その愛人さんは。自分が被害も被りたくないし、まあ、知らなかったから、まあ正々堂々話そうということで、依頼者さんに連絡が行って、で、それをどうするかってなった時に僕に連絡が来たってことです。そうだよね。はい、まあ、聞いていくと、まあそのもう二人、要は愛人側とはもう会って、いろいろ事情を聞いて、うん、で結託してる状態、タック、はい、もう禁断のタックですよね。普通に、対象者からしたらもう一番逃げれないタック状態になってて、で、いろいろ話のつじつまを合わせていくと、なんかどうやらその旦那さんの性格が全然違うらしいのよ。この愛人と、この視聴者に。が、認識してる。認識してる。人物とか全然合わないらしいです。全然合わない。二重人格みたいな感じらしくて、なんでもう少しで来るんですよ。依頼者、要は視聴者と、愛人が結託しちゃって。すごいよ、ね。どんな顔しちゃえばいいね、こっちも。ちょっと、はい。やっていきます。はい。なんで、少し待ちましょう。お待ちください。10分後。よろしくお願いします。まあ、彼女さんと、奥さん。はい。っていうことでちょっと気まずいですよね。気まずいやん。男を愛した。そう、女同士だから。その新曲来たっけ、当時の。先に見たら、あれだね、彼女さん。彼女っていうの変だ。まあ変だけど、なんて言えばいいですかね。M さん。M さんとします。M さんが最初に見つけたんだよね。もともと奥さんがいるっていうのは知らなかったんだもん。奥さんからしてもね、それびっくり。なんか、4ヶ月前ぐらいから聞いたじゃないですか。出会って、そういう関係になって、付き合ってもらって。4ヶ月前ってなんか、ありました？なんか。特に何も動きなくて、聞いた瞬間めっちゃびっくりしました。なんでここまで驚いてるかっていうと、すっごいもう誠実でいい人らしいの。で、周りからもすごい、いい旦那さんだねって言って、結構なかったんですよね。そうです。最初、この画像を見せてもらったときは、もうただ似てるだけの人かなって思ったんですよ。どういう心理状況なんだろう。本当によくわからないですね、これ。こういう時は不定を。まあ、不定って言い方、めっちゃ申し訳ない、騙されてる被害者だからね。もう今回に関しては、まあ、M さんが仕掛け人。っていうか、まあ、その普通に会う約束をしてもらってたんで、そのまま会ってもらって、お願いしてもらったら、一緒にジャッジメントを流れが、情けない男だよ、お前は、まだ会ったこともないけど。そうだね、所定の場所で落ち合う約束をしてるんで、うんうん、そこまで M さんに誘導してもらって、そこでかな。だからまあもう向かった方がいいぐらいだと思う。そうですね。でも知られてるから、もちろん奥さんもね、うん、近く行ったらバレちゃうかもしれないんで。そうだ、ございますよね。うん、向かうか。行こう。じゃあ行きます。
くんじゃない。近いらしいぞ。ちょっと調べてくださいね。どうぞ。分かってます。ええー、ね。ね、事件とハイドみたいに別々の顔で生活してたのかもバレてますけど。普通に分けてるんじゃないんだけど。普通っすよ。いや、でもまあ普通にだって。嫁がいて。付き合ってる人がおかしいでしょ。他に来てたの。他に女の子いるんじゃないの。何だいいないの。そこっち来てくれないの。いないの。本当にいないですか。いない。うん、でもハメ撮り撮ってたんでしょ。ハメ撮り撮ってたんでしょ。それで撮ってたんでしょ。撮ってた。見てるから。いやいやいや。で、他の子もあったんでしょ。他にもそうじゃん。いや、もう見るっていうか、もう普通に。ないっす。いや、もう全部知ってるからね、ここみんな。あ、で、その時のスクショみたいなのもご自分で撮ってるみたいなんで。だるい。まだ歩いてる。だるいで片付けないで。はい、二人に対してどうするの。悪いよ。悪いけど、なんでそっちが提案して私折れるみたいな言い方されなきゃいけないの。態度がまず反省してないじゃん。いや、反省の上でもいやいや、反省をまずじゃあ償ってよ。その前に言ったけじめだって選んだっていいけど。もうやってしまったじゃないですか。やってしまったから、やってしまったことに対しての、まあ、けじめだったり償い。2人にもプラスは与えられないじゃないですか。何のプラスマイナスを与えてるからなんでだったらもう。あ、じゃあ離婚するんですか本当に。しかないですよ。なんか違うな。そうなんだけど、その前になんでそんなことしたの。それ聞きたい。これが自分だって。そう、以外説明するのがいいです。説明とかじゃなくて、なんでまず謝罪から入らないのかって話をしてる。なんで言い訳から入るのか。申し訳ないですけど。思ってねえだろ、その言い方。どういうつもり。え、だ誰が一番大事とかないですか、正直。すがるところがないですか。そっちもないじゃん。どういうつもりかがわかんないです。もう浮気した事実はみんな知ってるんだけど。どういうお気持ちだったのかは多分聞かないと納得できない。浮気したことあります。いや、共感を求めてるってことですか。じゃあそれをやって自分かわいそうじゃないけど、それが別に正当的になるって思ってるんでしょ。正当的じゃないです。
にしか聞こえなかったよ。本当にが大事っていうのはそう分かってくれるかなと思ってで聞いたんです。今のどう見てもこれはしょうがないような男だからみたいなのを当たり前に言ってくるんですか。作ろうとしてた。いやいや別にそういうわけじゃない。いいよ本音で喋ってほしい。多分どっちにも本当のことを出してないんだね。じゃあいやいや本当っすね。でも全然違うんでしょ。二人が見えてるものが全然違う。私今の二人から聞いてた話どっちにも該当しないんで怖いですよ。どれでもない。で、しかもね、二人ともまさかそんなことするなんて思ってもなかった。まあちょっとなんかクズっぽいなとは思ってたらしいですけどね。うん。こっちは。相手によって分けることないですね。相手によって分けると何を分けると。はい、態度。態度。この人だったらこんな感じの自分で。分けてどうするんですか。だってまず結婚してから別に分ける必要性もそうないじゃないですか。わかりました。じゃあ二重人格でも何でもいいけど、じゃあそう分けていろいろやってるとして。ですね。じゃあそれ言ったの全部。俺こういう性格でこういう性癖とかもあるかもしれないとか言った。いや、なんで言ってないのに理解できないでしょみたいなスタンス。わかるでしょ。隠してる時点で良くないって自分で思ってたんじゃない。隠してるって言うのはないですよ。隠してるでしょ、どう考えても。隠してるわけじゃない。いや、100全部じゃあ自分の、なんていうか、思ってることとか考えてることとか伝えるなきゃいけないってことを言ってるってことですよ。まあ、ていうかその損害を相手に与える場合だったら、まあ、ちゃんとそれは言っといた方がいいよ。ちょっと待って、原点に戻る。じゃあ結婚してますよね。お二人してますよね。なんで黙ってたの。え、だってさ、いいパートナーいるって聞いたよね。聞いたでしょ。あ、聞いたよ。うん、聞いたよ。で、この人しかいたほら、なんでそんなコロコロ変わんの。怖いんだけど、本当に何、うん、どれが本当のあなたが。いや、怖い。急にバレたから全部急にさらけ出す。その最初からすればいいっすか。教えて。なんで漫画予想されてるの。それが悪いわけじゃないんだけど、それで相手を騙す道がないって違うわけですね。全然わからない。わからない。わからない。悪気がないってこと。悪気がない。悪気はある。どこないわけじゃない。どれぐらい。この、この現状でどれぐらいだ。どう私は結婚とかしてるわけじゃない。そうですね。じゃあ本当にじゃあ離婚でいいの。こっちの方がいい。読み出して。それはいいんだけど、言い方がめちゃくちゃ腹立ったんだよね。感情でさ、怒ってるのに取り付く島がないんですよ。そうですよ。わかります。あ、そうっすねみたいな。そこでだって怒らせたのはあなたじゃん。それを。それはもちろん消化して。逃げなきゃいけないんじゃないか。なのに事実だけ淡々と話されて何も納得できない。起こしてきたもの、しまったものに対して。事象としてはね。そういうのがあるんだ。じゃあ。じゃあもうリベンジポルノの件で攻める。じゃあもう警察まで行っちゃいますか。別に何も出してないじゃん。いや友達に送ってたじゃん。し証拠はあるし、私その件プラスね離婚でいろいろ取れますよね。あ、リベンジポルノの旦那がしてたっていうね、うん、やばいもんね。しかも被害者。病院行った？あ、次行くのか。病院でちゃんともらってきてね、ダメージ受けたからね。かわいい。他にも稼いだでしょうから、そういうのも。ちなみに、全員連絡してる人たち、多分連絡先だけ自分に送ってるから、あとは全員行きます。わかりました。なんか腑に落ちないんですよね。まあね、態度だね。何も。怒りのやり場なくなっちゃうんですよ。まず話し合うとかさ、まず一回ワンクッション挟んでほしいんだけどさ、なんでそれすらもうやる気がないの。話したところで結末に入れてるじゃん。うん、そうなんだけどさ、なんでじゃあそういうことしちゃったの。誰か好きになっちゃうじゃないですか。大事にはしたいから結婚した。でこっちは大事にしないの。いや、したいです。じゃあ結婚してって言われたらどうするの。
破綻してるんだよ、それが。そう、だから、もう、お互い好きで欲張っちゃったんでしょ、単純に。悪いことしちゃった。だけを認めればいいじゃん。もうそれなんだよね。自分の違うところを理解してくれてたのに、それぞれ。あ、わかりますか。いや、だったら別にそれをまとめて愛してくれる人探せばいいじゃん。なんで分けたのって話。それ隠してたから受け入れてもらえないって思ったんじゃないの、自分が。結局理解されてもらえないからだろうしって自分で諦めちゃってるから、だから自業自得なのにチャレンジしてなかったよ。それをごっちゃにしてたら、あ、じゃない、だから単純に自分のミス、それを認めてちゃんと全部それを考えてから全部謝罪も含めて全部やってよ。今多分もう言っても多分もう一回時間置いた方がいい。まだ本当にちゃんと謝った方がいいよ。警察にも行けたわけじゃん、すぐに。だけどちゃんと信用してて好きだったっていう気持ちもあったから、だからちょっとその件は保留したけど、もうスペシャルコースで俺はいいと思うけどな。あ、でもその前にもうこっちは離婚決めてるから、いいか。あ、俺もいいね。サウナのスペシャルコースってことで、いいですか。ちょっとです。はい。行きましょう。じゃあ、ちょっとベルさん、送ってきてください。送ってく、じゃあ行きますか。大丈夫ですか、撮ってて。いや、大丈夫です。してない。してないわけじゃないんです。確かにさっきは言ってくださったことは確かにそうだったけど、いや、マジで一回考え直しがいいよ。あの、本当にマジでちゃんと謝罪をした方がいい。反省があるなら、いつでも連絡して。ダメだ、あれ。あんな大人やっちゃダメだよ。人は皆。いくつだよ、あいつ。さあ、なんで謝れないんだろうね。心から謝罪をしてさ、まずは。まあ、時間かかりそうっすね、これ、まだ。ちょっとまた、一回集まりにどっかで、それで話しましょう。あれ変わんねえよ。もうそうやって生きてきたんだから。ネクストチャンス。ノー、ノーチャンス。もう依頼しようかな。依頼をしてみたかった。ほら、これ最高等ですね。映画の社会みたいな。ちょっと待って。どうせ合わせてしまった。大丈夫ですか。最高でした。最高でした。すごかったよ、すぐ一声じゃない。許さないですよ、笑顔のままでしたし。あれ多分結構ダメージだよ。はいって言ってた。かつくね、あれおじちゃんな感じ。なんでもスペシャルコースで行くことになると思います。以上、スーパーノヴァでした。